見ての通り今日も一般です。おはようございます。花火は取られてる。あ、ディスク開いてるな。よし、じゃあディスクにしましょう今日は。ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様おはようございます。サスケでございます。そして小瀬です。はい、ということで本日は2023年の9月28日ということでやってまいりました。埼玉県所沢市にございますメガガーデン所沢スロット館にてGの極みということなんですけれども、抽選が勝てませんね。今日も悪かったんで、今日はディスカップということですね。はい、まあ、花火が埋まっててディスカップは空いてたんでしょうがないって言っても別に嫌々打ってるわけじゃないからね。ディスカップは好きなんで 103% あるしね。本気出せば、俺が本気を出せば 103% ありますんで、はい、まあ今日はディスクアップの回。ああ、まあでも途中新花火は開くかも。新花火とか結構開くんで1500ゲームぐらいで。なんかホゼはなんかもう笑ってますけど、俺はこう言いたい。新花火とかディスクアップをそうやってバカにしないでほしい。俺は好きで打ってんのにそんな風にハハみたいな。それじゃあ大好きで打ってる人は何バカにしてるの？下に見てるの？自分より下に見てるんですか？違うよね。だからディスカップを楽しく打ちたいなと思います。今日は小杖エピソードも今日いっぱい用意してるみたいなんで、小杖のエピソードをみんな聞いて、そういう回もあったっていいじゃない。よろしくお願いします。2角よし。今なんで2角か分かる？見てもないもんね。チャンスオンスタートだったんで、ラジカセが10枚役チェリースイカボーナス でここ止まった時点でチェリースイカ否定されて、10枚役オーバーボーナスになって、右リール止めた時点でもうボーナス以外10枚役が否定されてるから2角です。これでさあ、これ失敗できないよ。失敗した。もうダメだ。一周でいくか。全部一周で、一周のタイミング押しするわ。てか1回しか来てないんだけど、おかしくない？これ来ないってマジでキモいよ。やばすぎ。こんなん勝てないよ。ひどすぎん？何分の1で来るか知ってる？これ3分の1だよ。やばすぎ。これでダンスタイム取らなかったらもうマジで2分の1を俺10何連続外してるよ。ほら、やばすぎるって。これなめてるわ。ああ、本当になんかムカつくからダンスタイム取るまで打ちたいもんね。いや、おかしくない？これ俺ずーっともう本当に10何連続だよ。はい、じゃあ2分の1、10連続外す確率は10分の1。残念。1024分の1。ちなみになんで20分の1になったか教えて。2分の1 10回だから10かけた、そう、2分の1かける10っていうのは2分の1の抽選をまあ10回受けてるの。2分の1を10連続で外してるのよ。じゃあ2分の1を2連続で外す確率は？式が分かんないんだよな。義務教育が負けた日だ。今日は義務教育の敗北です。これ多分本当数学できない人あるあるだと思うんですけど、公式じゃないと覚えられないんですよ。ごめんね小杖、それは数学じゃなくて算数なんよ。いや、算数でも算数なんよ。算数って義務教育なんよ。日本人が全員に与えられた義務であり権利なわけですよ。だから小杖はだよ、そういう意味で言ったら算数ができないってことはだよ、義務を怠っているとも取れるわけよ。だからそれは小杖が悪いことになっちゃうよね。義務だから、義務を怠ったわけだ。やらなければならないことをやらなかった結果、2分の1を10連続で外すっていう計算ができないわけじゃん。しかも公式じゃないと覚えられないっていうけど、それはもう公式です。2分の1をだって10連続で外すっていう時の何分の 1?n 分の1を、意味わかる？ n 分の1って何でもいいの。何でもいいの。 x みたいなことですよね。 x でいい。じゃあ x 分の1でいい。 x 分の1を y 回外す。2分の1を10連続外すときにしか使えないものってなかなか公式とは呼べないでしょ。でもなんちゃら分の1を何回連続で外すっていうのはなんちゃら分の1のなんちゃら乗です。だから x 分の1を n 回外す確率っていうのは x の n 乗分の1です。2分の1を10連続外すってなったら2の10乗分の1です。乗は分かる？2の10乗って意味分かる？2を10回かける。じゃあ3の5乗は 3×3×3×3×3×3 でしょ。それです。それが公式です。2分の1を10回外すのは2分の1かける2分の1かける2分の1かけるのじゃない。だから2の10乗分の1だから 2×2×2×2× 分の1。2を10回かけてみて、1024になると思うんだけど。でだから11連続外すのはそれにさらに2をかけて2048分の1で、12連続外すのはさらに2をかけて4096分の1で、13連続外すのはさらに2をかけて8192分の1なの。おほおほほ、ああこれ取れんかったらマジでダメでもずっとそれ言ってる。やっと取った。何年ぶりかわかんないマジで。やっと取ったよ2分の1。うわっパーが揃えた。プレミア天才。あ惜しい。1ゲーム連チャンスだった。当たんないな。もう300もハマってる。ということで皆さんお聞きください。バーサスを打ったことのないそこのあなた、俺も打ったことないんでね、小杉さんが今からバーサスがどういう台か説明してくれるんでみんなで聞きましょう。お願いします。メーカーさんはエレコさんで、エレコさん聞いたことないな。私もないんですけど、ユニバです。ユニバ、あユニバなんだ。へえ、はい、知らなかった。機種名がバーサスリバイズ。リバイリバイズ、あズ、はい、バーサスリバイズ、知らなかった。仕様は A プラス RT 機です。はあ、そうなんだ、知らなかった。ビッグボーナスが最大222枚、レギュラーボーナスが最大112枚です。ほう。使い割りが、完全手順をちゃんとできたら設定値でも 102% です。ほう。なので 102% だからディスクと一緒か。ほう、そうなんだ。あ、違う、花火だ、花火。ほう、そうなんだ。花火と一緒。設定6だと109%だ。ほう、それはどっちで？設定1の方が高いの？え？設定6で109%っていうのはどっちで？ああ、完全手順で。ほう。市場予測。完全手順無視、鑑みないと。105%、設定6、設定1で 99.3%。 ビッグボーナス中に予告音があるときとないときがあるんですけど、予告音がないときは右中リールにバーを狙って上段にベル転廃させて、左リール上段に赤7をビ倒ししなきゃいけないです。あ、それが完全手順ってやつ。で成功するまでこれはチャレンジ可能。一度成功したら順を主振り打ちで消化すれば最大枚数を獲得可能です。なるほど、結構簡単そうだね、完全手順。予告音があるときはチェリーを左リールにチェリーを狙って、チェリーが停止すれば偶数設定したとなり、中段チェリーが出願すれば高設定に期待ができるそうです。はあ、それはだから完全手順と関係ある？そこはない。あ、そう、ないんだ。じゃあそのビッグ中にその予告音がないときに1回だけ成功すればいいやつやったらもう 102%。 それはちょっと簡単そうだから打ってみようかな。ただレギュラーボーナスの方に持ち方がございまして、なるほど、初心者の方は順押し振り打ちで必ず10枚獲得が可能なので、はい、まあ約71枚獲得できる。え、当たったの？だからなんだ。まあ危なかった。遅いギリギリだった。よし。よし、来た。いいぞ。よし、これ成功すればいい。よし、勝ったわ。勝ちました。シンディ。いやー。勝ったわー、危ねえ。これやめれるよ。あ、当たった。シンディはさすがに公約以上でしょ。抜け1ゲームだよ。1ゲーム連打。やった。梢の視野クイズね。もう1時だ、ご飯食べに行かなきゃって言ったのに、今ご飯食べに行かずに、俺はこの AT が終わってからご飯に行こうと思ってます。それはなぜでしょう。通常時で休憩出しとけば、うん、戻ってきた時に花火が開いてたらすぐ移動できるから。正解。すごい、小杖がすごいよ。成長してるよ。愛くるしいな。その通りです。言うことございません。天才か、もしや俺かと思ったわ。天才すぎて俺かと思った。さすがだね。その通りです。ないか。今さ、ご飯食べて戻ってきてエレベーターを待ってたのよ。したら通りすがりの人に話しかけられて「北斗の拳やめるんですけど打ちますか?」って言われて「金トロフィーが出てます」って言われて「いらないです」って言っちゃったの。まあ北斗は打たないって俺宣言したじゃん。でもさ、何を取るかで俺は北斗の拳を打たないを優先してしまったけど、パチスロで勝つということだけを考えたのだ。北斗の拳の金トロフィーの4だと仮定した時の北斗の拳の設定4の機械割り、ちょっと俺知らないんだ。本当にこれ知らないから教えてほしいんだけど、設定4の機械割りが 105.7%、だよね。高いよね。こんなディスクアップでさ、ビタがまともにできないやつが打ってて、だって完全ビタでも 103% だよ。それよりも 2.6% も高いんだよ。だからこれって俺言ってることが矛盾しちゃうんだよね。勝ちにこだわるんであれば、北斗の拳とか好きじゃないから、嫌いだから打たないとか、そういうことを言ってるやつがだよ。代わりに四五六角の北斗を打たないんであれば、俺は今日この台で勝った負けたって言うべきでないと思うんだ。勝った負けたの話をするんだったら、お前はあそこで四五六角の北斗を打つべきだったと言われたら、俺はその通りだと思う。だから今どっちを取るかなのよ。アウディの RS4 アバウントコンペティション限定17台、まあ金額にして約1500万円ですよ。その車を欲しい、そのためにパチスロで勝つんだっていうんであれば、北とかどうかとかじゃなくて、一番勝てる台を打つべきだよね。だからつまり俺は今北斗を打たないということによって、結果的に車をいらないと言ったのと同じなんだよね。じゃあもう俺あの車欲しいっていう権利なくなっちゃうじゃん。じゃあもうあの車はいらない。欲しいけどね。でも北斗を打ってまで欲しいと思わない。だから北斗以外でなんとか、だからカバネリなら打った。でもカバネリの金4の機械割り次第だけど、カバネリの設定4の機械割りも 105.9% です。高いな、うん、打った。カバネリなら打てる、欲しい車のために。でも北斗は打てない、うん、北斗で買った金で買った車なんか乗りたくない。熱っ。寒っ、はあ、はあ、寒かったね。機械割り100、おっ、当たった、やめて、よし、今んとこ第1か、ああ、オッケーオッケー、お、オッケーか、これ機械割り 105.9% のパチスロを打って1500万円稼ぐのにかかる期間を計算します。 105.9% を、1日8000ゲーム打ったことにしましょうか。8000ゲームなんで 5.9% ね、8000ゲームで、リプレイ確率引いたりしてもいいんだけど、面倒くさいんでそのままにします。1日あたり8000ゲームあたり、だいたい3枚で1400枚ということで、1日で2万8000円稼げますね。お、結構いけるな。1500万円を2万8000円で割ると535なんで、仮に毎日カバネリの設定4を8000ゲーム打ったとするのであれば、1年と10ヶ月ぐらいで買える。毎日カバネリの設定4、8000ゲーム、あいつずーっと金トロフィー打ってるっつって、毎日カバネリの4打って、でもちょっと休みは欲しいよね。ちょ、やばくない？今手が震えちゃったんだよ。あ、取れた。何これ、ちょ、もうダメだ、これもうやめないといけない。さすがさ、北斗の4打った方がいいかもしれない。だよね、北斗の4打ったらさ、取りこぼさないもんね。そうだよね、北斗の4打った方がいいよね、これね。できない、ビタ押し、ビタ押しができない、わかんない、もうなんかできない、今日っていうか一生できないと思う、この感じ。ほら 2% ぐらいだった今、わかんない、もう無理だ、もう俺は無理だ、今日で引退だって言ってたって。おお、これは王道のあたりの目ですよね。スイカ天杯外れ、当たりました。これは青7なのかな、あ、違うんだ。いやでもこれ青7だったけど、いやでもこぼしてたらあれだし、赤7か。うん、ということですよ、はい、集中する、言い訳しない、集中する、集中した結果がこれだから、これが今の俺の実力。よし、引かないのマジ悩むな。3分の1、やばすぎる。素朴な疑問なんですけど、はい、グラサンしててリールってちゃんと見えてるのかな。はい、見てみて。あ、めっちゃ明るいわ。でもそれそんなにさ暗くないからさ。あ、それか。ああ、分かったわ。なるほどね、今日のビタ押しがあれなのはそれのせいか。あ、オッケーオッケー、じゃあ次外してみる。めっちゃリール明るいわこれで。でも明るさが抑えられて目に優しいよ。ブルーライトカットって何のあれもないって医学的に証明されてしまった。これ今ちょっと滑ったかもしれない。滑ってたら1角で熱い。これ今第2停止で音が合ってなくて、これスイカが10枚焼くかボーナスなんだけど、ほらね、今多分左が滑って下段に来てたから、あの時点で1角だった。なんでやねん、なんでやねん。おっ、激レア当たり。チェリーは3ショートはもう発展だから、発展しない、これは当たり。ジュン、これ同色確定の2角を、あ、そうだった、メガネ外して、なるほどね、ああそういうことだね、はいはいはい、もう大丈夫だ、メガネだったわ、原因はメガネでしたわ、なんかおかしいなと思ったんだよな、メガネ関係ないやんけ、これは何でもないからレギュラーを狙って、おおビッグボーナス最高ってこと、つまりうわ下パレ高速フラッシュバシュンからの指導時で、これもう当たりでしょ、でもなんか対応薬あるかもしれないけど、レバオンバシュンにリール指導時のこれだからもう当たりいいと思います。おゲッチェラ出たよ、やったね、おうおお第3ショート当たった、いやー最高最高です、赤狙えって言って、いや赤狙えっつって狙ったのにベル揃わなくて何かと思ったら、もしかしたら今ここに赤が揃うって書いてあったかもしれん、スイカかな、おうで赤が揃うだったかもしれない、22枚ダメだ、22枚だと余るから、これでベルを1回引けいいんだ、ベル引け、よし、うまい、きた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 ぞ、力、今日初の力出したわ、今日のビタ押しの成果はエンディングで発表しましょう、もういいよ隠してもしょうがないから、誰も興味ないと思うけど発表するね、悲しみのビタ押しを、あ、やっぱ言うのやめるということでメガガーデン所沢スワット博物館での G のゲーム終了ということで、いやーディスクアップね、ここだけの話、絶対にこれコメント欄とか、まあだからもうこれあなたたちを試します、私の今日のディスクアップのビタ押し成功率をここで発表しますが、絶対にそのことについてコメント欄だとか SNS で触れないでください、これ誰か一人でもそれについて言及する人がいたら、もう二度と私はディスクアップのビタ押しは発表しないし、成功率は何だったらディスクアップももう打たないです、そんなもし言われたらね、だから絶対に人に言わないでください、ここだけの話です、今日 62.1% でした、パチパチパチじゃないから、じゃあ58超えてれば OK じゃないから、非投下だからもうギリギリアウトだから、本当に絶対言わないで、もうコメント欄でもう一切その数字だけじゃない、ビタ押しに関しては一切触れないでくださいということで、投資1万7000円の回収1525枚、あー気分がいい、昨日まあめっちゃ負けたんで7万近く負けたんで多少ですけれども、これ大事なんでね、本当に毎日パチスロを打つで、まあバルブレイブもね今日打ちたかったんですけど、まあもちろん打てず抽選悪くて、はい、そういうバルブレイブが打てるってなった時用の軍資金っていうものをこう作っていくっていうのは非常に大事なんで、まあ分かりますよ、再生回数とか私にだって目はついてますし頭も一応ついてますんで、数字を見たらディスクアップを打ってる回の再生数がそんな、まあ、皆さんはディスクアップを打ってるサスケなんか別にそんな興味ないっていう人が多いのは分かりますけれども、それはそれ、俺は俺で、じゃあ俺いいよ、そこら辺のよく分かんない 6.5 号機でも、じゃあ延々の消防隊でもよくわかんないスマスロでもじゃあ打ちますけど、じゃあそのお金は誰が出してくれるんですかっていう話になるわけですよ。もちろんそれを出してくれなんて言うつもりはないよ、俺は俺のお金で自分で打ってるのが好きなんだから、だからあなたたちだって自分のお金で用紙ラン台を別に自分が打ちたくもない、なんなら嫌いな台にお金入れたくないでしょっていうことを一言先言っておきたい、先にじゃもう後にだけどね、なんで私はディスカップが好きなんで打って勝って非常に嬉しいですということです。はい、よかった、はい、今日小杖なんか今日のじゃあ、はい、小杖の学び何でもいいよ、今日一日を通して小杖が今日学んだこと、北斗には筋トロ以下が出ない。日本語が筋トロ以下っていうと筋トロも含まれちゃうから筋トロ以上しか出ない。ああそうだね、はい。銅と銀は北斗には存在しないっていうのを知れたっていうのが今日の小勢の学びねだそうですよ皆さん、はい、また一つ小勢が賢くなって愛くるしい小勢がね賢くなるのはいいことだということで、まあ、お店の方はね私はずっとディスクの方にいましたけどもさすが並んでるだけあって結構話しかけてくれた人が、まあ、聞いてもないのにね聞いてもないのにいろいろ教えてくれましてブブブが増大されてこの1号館の方にも入ってたんですよ。でそっちの三大島の、1台が四五六角が出てると。でもう1台はドライブがビンビンに飛んでると。でもう1台はその2台を見て四五六角と良さそうなのを見て自分もあるのかなでも今自分負けてんだよなっていうので悩んで、まあ、だから下手したら状況的に全まであっていいのかなとか。あとはバイオ RE2 かなが4、5、6角出ましたと5、6角出ましたというのとあとは北斗も筋トロ出ました、まあ、正直北斗はいっぱいあるんでこのお店は北斗結構推してる店なんでねそれは筋トロぐらい変な話珍しくないぐらい、はい、ということで、まあ、なんとか今月あと2戦ですか明日明後日で終わりですけれども、まあ、今月のプラスはさすがに硬いんですけど先月いっぱい負けてるんでなんとか先月分までプラスにして、まあ、抽選勝負ですけどやっていきたいと思います。以上あとこれです。これがいただきチャンネルの直近の収録スケジュールなんでぜひ遊びに来てください。さよなら。